さて水くん、流れる水の他にも火山活動と地震が土地を変化させてしまうほどの大きな力があることは分かったかな？うん、バッチリ。さすがじゃ。じゃがな、時にはこれらの活動は災害という形で人々の生活にも大きな影響を与えるのじゃ。川の水だったら大雨による洪水があるよね。火山ではの、噴火した時に出てくる溶岩や火砕流、さらに火山灰による被害があるんじゃ。地震が起こると山崩れや地割れ、そして津波の心配もあるの。怖いな。ねえ都知事、洪水だと堤防やダムを作って対策をしてるんだけど、火山と地震にも何か対策はしているの？もちろんじゃな。火山には溶岩の勢いを弱める場所を作ったり、地震による津波の被害を防ぐために土地を高くしたりと、いろいろな対策がされておるぞ。ただしそれでも自然災害は防ぎきれないことがあるんじゃ。自分たちの命を守るために自然災害が起きたらどうしたらいいかを考えた方がいいんだね。いい心がけじゃ。もしもに備えて土砂災害や洪水などのハザードマップや地図で自分の住んでいる地域の特徴を知っておくといいぞい。